餃子の早包み勝負をしてください。勝負、はい、早く綺麗に形も揃える、うん、形も揃える、うん、10個早包み10個、はい、時間計って勝負です、はい、でお互いに審査して、うん、あこれはちょっと餃子じゃねえなっていうのは弾くと、はいはい、審査があるんですか審査があるんですか。ダメか、審査した方がいいと思います。怯えすぎじゃない、まあ、だからスピードが一緒だったら綺麗な方が勝ちとかさ、うん、そんな感じでいこうよ。それがいいと思います、うん、ということで一人ずつやるよ。頑張るよ。あ、欲張りすぎた。焼けちゃった。いいよ。汚いな。あれ？あれだな、ゴム手袋だな。超汚い。汚い。いやいや、だって無視したら焼くし、木なんか家死んで焼いた時点で。そうか。そうだよ。どんなに短くたって3分以上火にかけるんだよ。汚い。うん、汚いんだよ。いや、そう。汚いんだよ。映画工業ダメですか？豆腐しか作れないんですよ。そうなんだよ。中華そんなの。バレたわ。いいじゃん。ないんだよ。あれ？やばい。あれ、豚のが餃子工場だね。いけそうだよね。いや、これよ、あそこにスプーンを置いたやつが悪いんだよ。ん？え？どういうこと？だって、スプーンだとあのスプーン一杯取りたくなっちゃうじゃん。まあね。普通さあ、餃子作る人ってヘラだぜ、ちょっとした。へぇー。ペッペだぜ。それこそティースプーンとかのちょうどいい量取れんじゃない。あ、すごい汚い。確かにそうか。ヘラ使ってるよな、みんなな。うん。そうね。たくさん取んないように。そうなんだ。あのスプーンに惑わされてる。惑わされないで。なるほど。1、2、3、4、5、6。いらねえじゃん、そんなに。片方に絡ついてると手に入るじゃん。はい。余計なこと言うんじゃねえって言う。首が、こっちを見てもちょうど円のように塗ってるんだから。塗ってた。塗ってたよ。そうかそうか。ちょうど円のように塗ってるんだから。でも、まいちゃん曲げないから大丈夫。え、曲げない？あ、円のようにってこと？これで半円にしてくれたら面白い。その通り。はい、俺もやっぱちゃんと癖で治んねえから癖は大丈夫ね。顔流だね。
すごい部屋はそのお店汚い殻付きが上の筋肉がえいいですね。1,2,3,4,5,6 あと1個違うか、あと1個ですよ。だんだん肉が多くなってる大サービスですね。肉出ちゃう。赤字だろ。こんなんじゃ赤字だろ。出ちゃうよ。すごい下手くそなんだけど。違う。汚い。はい。終わった。汚いな。ちょっとバットもっとこっち来て。熱い。ね、でも形綺麗なの。その位置ね、その位置ね、うん、緑の柄が入ってるんだ。そうですね。なかなかいいバランスですね。はい、縦にして、はい、どこ見てもニラがおまけ、おまけか。主張が強いんだな、ニラな。逆縦すごい。はい。